YouTube ってどれぐらい稼げんのみたいな、確かに思ってるじゃん、うん、まあまあまあめちゃくちゃ登録者数いてもまあ月100万ぐらいじゃないとか、うん、俺もそう思ってたから、うん、ずっと、うん、月100万どころじゃありません、やばいですね、やばいです、月100万どころじゃないけど月1000万、そんなにはいかん、まだねまだね、全然50万だったら全然いかない、うん、っていう感じの収益ですね。まずまあ100万以上1000万未満っていうのはお伝えしました、はい、これから具体的に金額はねなんか生々しいし他の YouTuber にも迷惑かかるから言わない、俺らの収益を言っちゃうと考えれば他の YouTuber がさ何倍とか、確かに再生数かける2倍だからじゃあ俺らの収益の2倍だねとかいろいろ考えれちゃうからそれは俺ら言わないようにするけど、7対3じゃん、7対3だけどその3をあやに渡してるんだけどその3は正直全然それで暮らしていける、まあ確かに全然暮らしていける、普通だったら暮らせるか、うん、普通のサラリーマンより全然高い、確かにっていう感じ、20歳だったらありえない、20歳だったらありえない月収、その7対3の3の部分でね、でもまあはっきりと言いましょう、100万はいってない、7対3の3であやに100万はいってない、絞れてきてるんじゃないですか、頭いい人は計算してみてくださいということでね。